请你们看他的影片，真的很赞，可以同时可以学台湾的东西，还可以学日文的东西，超赞，记得要看。行きましょう。怖い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 。これが街中にある。そう、しかも1回5元10元ぐらいからだから、一駅乗るぐらいだったらこれでいいみたいな。こいつは15分以内無料、10分以内無料かで、こいつは30分5元だから、まあ、ほぼないよ。これもまた別のやつ。これはあの QR コードで借りれるやつ。これが台北市政府が出してるやつで、これが QR コードだから、まあ、こっちの方がどこでも置ける。だけど自転車のクオリティはこっちの方が高い、まあ、やっぱジャイアントが製造依頼してるから。じゃあその秋葉原行こうか、すぐそこだから。秋葉原行こう。ああ設計の枕だ、枕の会社だ。 あれがエバーグリーンホテルだ。エバーローエルホテル、はいはいはい、エバーのホテル。